1試合どのような試合が見れるでしょうか。始めていきましょう。さあ本日のマスターズカップ一番最初の試合です。波動ファイト。さあこの2チームは、昨シーズンの、ね、スプリングカップグランドスラムでもね、一番最初で当たってる組み合わせなので、あの頃からの成長を見せられるか帝国ペンギン。さあパラメータースキルを見ていきましょう。両チームともに、シールドに振ってるプレイヤーがいます。先ほどね少しお話ししたんですが、シールドを振ると、貼れる枚数が振った分だけ増えていきます。さあその後、プラスしてですね、若干ですが頑丈になっていくので、より硬いシールドをたくさん貼れます。さあ、3人いる選手の中のうち1人をもうねシールド、このね波動流マックスの値まで、振っているというね、5ですね、5がマックスなのでマックスの値まで振っている選手が1人ずついる形。さあ試合に戻りましょう。まだまだお互いシールド温存している状態ですが、アークエースが3点、ラストスパート残り20秒。さあここで、さあまずはね1点取ってきました。さあここから帝国ペンギンはね残り10秒で2点ね追いついていきたいところなんですが、さあアークエースはシールドの中に1枚残しております。さあ試合終了まで3秒前、この2点差、さあさらに広げてきたのはアークエース、1対4でアークエースの勝利です。やはりですねシールドがない状態でも非常に、ね、安定した試合運び。